なのに早い時間からすみません、ありがとうございます。あの今日でオープン4日目で、やっとなんとなく段取りがやっとつかめてきた次第でございます。今日2人営業でやってるんで、お待たせすることも結構多いと思います。で、お待たせすることによりやっぱり貴重なお時間いただいてるんで、それでご迷惑をおかけすること多いと思うんですけども、本当に申し訳なく思います。で、もうちょっと改善して早く提供できるように、していくので、今後ともどうぞよろしくお願いいたします。で、今日のスープちょっと朝置いてましたんですけど、まだちょっと若いんで、厚みはないんですけど、鶏の香りとか余韻とかは結構いい感じになってるんで、香りとかお楽しみいただけたらと思います。じゃあ、今日もよろしくお願いします。4日目の、昼営業を開始させていただきます。今日も一日よろしくお願いします。